こんにちは、おさじまです。今日は人生が縁で大刈りする理由を仏教的にこの流れでお話しいたします。出会いが人生を変えると言われます。有名なのが一郎と大木監督の話ですね。一郎選手は1992年、ドラフト4位でオリックスに入団しました。当時は普通の鈴木一郎選手としてです。ドラフト1位でない、ドラフト4位ですからね。実質無名の選手と言ってよかったわけです。 そのののオリックスに大木監督が就任したのは、年目の20歳の時でした当時イチローは独特の振り子打法を前任監督やコーチから批判されていてしかもそれをガンとして治そうとしなかったのでほとんど2軍生活だったんですねところが大木監督イチローを見つけましてこれはすごいと彼は打ってよし守ってよし走ってよし磨けば光ると高いポテンシャル可能性に気づいたわけです それで登録名も一郎に変えると言い出したわけです。ところがね、当時は、いやー、それ今はいいですけど、この先子供ができて、ね、それで父親が一郎ではおかしいでしょうと。こう反対したそうですけども、奥義監督は諦めない。一郎先輩の佐藤和弘選手を呼んで、お前パンチパーマーだから、今度から登録名パンチにしようと言いまして、で佐藤選手はわかりましたと、こう納得したもんですから、先輩の佐藤もパンチにしたぞということで、それなら仕方ないと。 オリックスにパンチとイチローっていうちょっと変わったカタカナ名の二人の選手が現れたわけですで。当時はね、パンチ、佐藤選手の方が目立っていたので、そちらに注目が行きましてで、そのついでみたいな感じでイチローも注目されるようになったんです、ね。それでこの大木監督の狙いが見事に当たりまして、たちまち日本中イチローフィーバーに包まれるわけです。まあ、その後の活躍はね、申し上げるまでもありませんが、イチロー選手は自分を見出してくれた大木監督に非常に感謝し、 メジャー移籍後、キャンプ中の大木監督に会うためだけに宮古島まで出向いたそうですね。それで、どうしてわざわざそこまでしたんですかと。こういう記者の質問に対して、いや、大木監督は僕の唯一の師匠ですから、と答えています。あの一郎選手も、大木監督に出会うことがなかったなら、そのまま二軍で埋もれて一生終わっていたかもしれません。私たちの人生も出会いによって大きく変わるんですね。仏教では、 因縁かの通りというものが教えられてまして、すべての結果は因と縁によって決まるんだと教えられます。私たちで言うならば、結果というのは運命ですね。幸不幸という結果。その因にあたる、種まきにあたるものは私たちの行いであると、お釈迦様教えられます。そして縁というのがいろんな人であったり、環境であったり、そういったものですね。それが結びついて人生は決まるわけです。ですから、一郎選手の場合、 もちろん自身が野球の技術を磨くというね、そういう種まき、行いをすることは大前提でありますけども、同時に扇監督というですね、素晴らしい縁があったなればこそ、世界の一郎にまでなることができたと言えます。このように、縁というものは非常に大切なものなんですね。この因縁化の道理については、こちらの動画や、こちらの動画で詳しく話しています。最後にリンク貼ってますので、より関心ない人はこちらをご覧ください。 そして縁について、蓮魚承認という方は、このように言われています。善人とはなるとも悪人を友とする中で、たとえば良い人と敵という関係になってでも、悪い人と縁を持ってはいけませんよ。こう言われるんですね。さらに、悪き者に近づけば、それには慣れずと思えども悪事よりよりにあり、と言われています。悪い者に近づくと、自分はね、それにはなれない、なりそまらない、ちゃんと自分というものを保つことができますよと。 こうっていていもねやっぱり悪事、よりよりにありでいろんなことで引っ張られてしまうんですね。悪い方に染まっていくわけです。主にも味われば赤くなる。墨に交われば黒くなる。縁というのはやっぱり大きいんです。さらに、属点曰く人の禅幕は近づき習うによるとも言われます。その人が良くなるも悪くなってしまうも、どういう人に近づくか、どういう人から習い、学ぶかによって決まってくるんだということです。また、その人を知らんと思わば、その友を見ようとも言われると。 この人はどういう人だろうかと、もう一つよくわからないとなった時には、どういった友達と付き合ってるか。これを見ればわかる類は友を呼ぶと言われる通りでありまして、それほど環境、縁というものは大きい存在であります。まあ、こうは言いましてもね、善人の敵となる方が悪い人と友達になるよりももっと悪いんじゃないですかと、こう思われるかもしれません。しかし、このような話があります。親鸞上人は40歳過ぎに関東に行かれました。 その時、関東一円で一番大きな勢力を持っていたのが、弁念という山伏だったんですね。ところが、高き水は低きに流れるがごく。親鸞聖人がやってくると、どんどんと親鸞聖人のもとに人が集まってきた。で弁念の信者も、どんどんと親鸞聖人の教えを聞くようになり、弁念の弟子までが親鸞聖人のもとへと行くようになりまして。弁念は、信者を捕らえた、弟子を捕らえたと、逆る網をしまして、なんと親鸞聖人を白昼、夜中、 刀振りかざして殺しに来たんですね。まあ、周りの人は騒然としまして、もう新蘭衆にお逃げくださいと、こう進めたんですけども、新蘭衆人は、これもまた仏法を伝えするご縁であるということで、呪贼一連を持たれて、刀振りかざす弁念の前に立ったんですね。弁念はもう、不具大天の敵と、憎き新蘭ということで、刀振りかざして殺しに走るんですけども、まあ、そんな中でもね、新蘭衆人は、よく参られたと言われんばかりの、 慈悲温厚な姿をしておられたその尊い姿がまるで鏡のようにですね、なりまして、弁念は自分の恐ろしい醜い姿が映し出されたんです。それで弁念は自分の過ちに気づきまして、妬みその目の心から、親鸞将人を亡き者にしようとした自分は鬼か悪魔か、恐ろしいことをしていたということで、持っていた刀をですね、もう大地に落としまして、そして地に頭をつけて、 深く惨劇するんですね。恐ろしい羅刹だった。悪魔であった。どうか、親鸞殿を許してくださいと涙するわけですね。ところが、親鸞商人は、いやいや、弁念殿。そなたは、心のままに行動された正直の方だと。この親鸞にも、憎い殺したいというものはあるけども、妙理の心からそれを隠しているだけだと。その言葉に感動した弁念は、こんな恐ろしい私でも救われる教しはあるでしょうかと。 欲、怒り、愚痴いっぱいの極悪民の親鸞が、真実の仏法によって救われたのだ。煩悩、まく罪悪、人従の私こそが、お目当ての救いであった。何の嘆きがあろうかと。こう言われる親鸞賞に、ますます弁念、感動しまして、この弁念を弟子の一人なりとも、お加えくださるのか。お頼み申せ、と、平服いたしますと。いやいや、親鸞は弟子一命ももたるそうこの親鸞、弟子などを持てる身ではない。 共にこれ、御道坊、御道行、喜ばしき友であり、兄弟なのだ。共に真実の仏法を聞かせていただこうと、こう優しく諭されたのであります。言ってみれば、弁念は、親鸞聖人の仇となったわけです。しかし、親鸞聖人とご縁があった。仇という形で最初はあったけども、ご縁があったことによって、弁念は生まれ変わることができて、大変短期間の間に、真実の仏法に救われたと言われます。 こういうこともありますので、善人の敵とはなるとも、悪人を友とする中で、と、蓮乳商人、教えられるわけです。ここで蓮乳商人が言われる場合の善人というのは、仏縁の深い方とも言い換えられますし、悪人というのは、尊い仏縁を遠ざけるような人とも言えましょう。もちろん、喧嘩を勧めているわけではありませんけども、それほど悪い縁は避けなさい。良い縁を求めなさいと、蓮乳商人、教えられるわけです。 実際、縁によってものすごく結果が変わるということがあります。例えば、炭素。これは、常温、常圧の状態ですと、炭にしかならないわけですね。ところが、これに強い塩、摂氏2000度、5万5000気圧のような、高温、高圧という塩が加わりますと、同じ炭素がダイヤに変わる。炭とダイヤでは大変わりですよね。婚約祝いに、ダイヤの指輪となったら、これ、喜ばれますけども。 婚祝いに住みようと <laughs> 持ってきたら、婚約破棄されてしまうかもしれませんね。いやも元はこれとあヤと同じ炭素なんですと言えば言うほど多分ダメでしょうね <laughs>。元は同じかもしれない。しかし、縁によって結果は大変わりするということがあるんです。私たちも、欲やら怒りやら愚痴やらいっぱいの煩悩不足のボンブと言われます。しかしそれが煩悩不足のまんまで、具勢の強縁という強い縁にありますと、 人間に生まれてよかった。という本当の幸せになることができる。例えて言うならば、大きな船に乗せていただいたようなものだと言われます。この大きな船のことを、新蘭商人は大悲の岩船と言われます。ここで言われる大悲というのは大変悲しいという意味ではなくて、大慈悲ということですね。大慈悲の願いから作られた大きな船を、大悲の岩船と言います。煩悩愚足というのは、ちょうど10トンぐらいの大きな岩のようなもの。 その大きな岩を海に落とすと当然沈んでいきますね。しかしその10トンの岩を10トンの岩のまんまで浮かべる方法がある。それがこの大きな船に乗るということですよね。この大きな船に乗ったならば、10トンの重さを変えないまんま海に浮かぶ。浮かばせる力がある船に乗るということが大事なんですね。もちろんこれは例えであって実際にこういう船があるわけじゃありませんけど、本当の幸せ、人間もいてよかったという幸せは心の世界ですから見せられませんので、 少しでも分かってほしいということで、こういう例えで教えられているということです。私たち人間、煩悩はなくすことはできませんけども、煩悩を持ったままで幸せになれる。そういう強い縁にありますと、人間もあえてよかったという幸せになれるんだと。ダイヤの人生に変わるんだと。炭素が炭素のままで、強い縁によってダイヤに変わったように、私たちの人生をまた、仏法とのご縁によって、人生が大変わりするということがあるんですね。 大乗仏教という言葉もありますけども、大乗というのは大きな乗り物。この大きな船には全ての人が乗ることができる。差別がないんですね。だから、大乗仏教、大きな乗り物に例えられるわけです。ですから、仏法とのご縁、仏縁というのは非常にありがたいものなんですね。では、どうすれば大きな船に乗れるかと言いますと、こちらの動画でお話しています。また、土地で紹介した関連動画もありますので、ご確認ください。チャンネル登録してあきますと、 このチャンネルの更新情報が届きますのでおすすめです。この丸いところを押していただくとチャンネル登録できます。それではまた。